おはようございます、スリコー TV です。デプスのですね、新しいワームカバースキャット、ね、3.5インチ、これをね、一袋買うことができたんで、本当ね、釣り具屋さんで最後の一袋がぶら下がっていて、色とか選べなかったんですけども、どんなワームなのかな。まあ、ノーシンカーで投げるワームだよななんてのは、雰囲気として見てわかるんですけども、とにかくね、まあ、3.5 インチって言いながらすごい存在感と、あともう持った時のこのずっしり感がですね、半端じゃないなっていうことで、でカラーはパールホワイトシルバーフレークっていうカラーを買ってみましたね。おなじみのテプスのパッケージに入っているっていうことで、このカバースキャットね、早速開封していきます。まあ、パッケージはいつものね、パッケージなんで細かい説明がいっぱい書いてあるとかはないんですけども、どんなワームですかね。はい、結構ね、これね、縛ってんだけどちょっと匂いもあるんですよ。あー、匂いはなかなかいい匂いがします。で、はいはい、カバースキャット出てきました。なんだろう、シンプルな形状ながらですね、非常に細かいデザインがいろいろと施されていますね。この前の方にはこんな感じで、こういう感じの薄いんですけどね、リブがあって、で後ろの方にズイーンとなってるんですが、あー、なんというかですね、ザラザラとしたような感じの、そんなデザインで、ちょっとこれカラーで分かりづらいかもしれないんですけどね、前の方が、まあ、つるんシャッシャッシャって感じで、後ろの方がボツ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 っていう感じの、そんなデザインになっております。で、まあ頭はこっち側でしょうね、こうこっち頭につけるんだと思うんですけども、そのフックオフセットを出すところにくぼみがあって、でフックを刺すところにこういうね、筋があって、で、あ、ここにね、出っ張りがあるんですよ。この出っ張り、ここに多分針先を隠すでいいと思うんですが、結構シンプルながらぐるりとこうね、アイデア満載だなって、シンプルなゆえにこうアイデア満載だなっていう感じで、まあ、この手のワームだと、例えばそうですよね、イモグラブというかジャンボグラブ、例えばテールカットした、イモグラブとかと似たようなサイズ感になってくるんじゃないのかなと思いますが、何にしてもズシッときてますよ。でね、このパッケージの方にはあんまり説明が書いてないんですけども、はい、ホームページの方ですごいね、充実した情報書いてありますね。ぜひお時間あるとき、デプスのホームページで開くと、より理解が深まるんじゃないかなと思いますが、直下する対カバーフォールベイト、対カバー攻略の一つとして開発されたカバースキャットは、小ぶりな 3.5 インチながら 16.5 グラムというベイトタックルでもキャスト可能なバルキーボディの超高比重ノーシンカーフォールベイトです。無駄なパーツが省かれたボディ両側面に立つある特徴的なフィンパーツにより、フックをセットしてもフォール姿勢は極めて水平を保たれ、カバー攻略を意識したスナックレス性の高いフォルムで狙ったカバーへと確実にフォールさせることができます。これで 16.5g あるんですね。はあ。で、まあ水平に落とすために各デザインが施されてるよっていうようなことが書いてあって、でボディフォルム&マテリアル、ボディ、後端にボリュームを持たせた、まるで、甲殻類のようなボディフォルムは甲殻類成分が配合されたソルト浮遊率 40% の
超高比重マテリアルにより圧倒する高い円筒性能に加え安定したキャスタビリティとフォールを生み出してくれますということで、この中に 40% も塩が入ってるということでめちゃくちゃ重いということで、でまずこのスタビライザーフィンはですね、狙ったカバーへ強制的にまっすぐで水平フォールをさせるフィンパーツで、フックセット推奨フックが30番でちょうどいいよっていうことみたいですね。でフックアップ率とウィードレス効果を高めるディープグループオフセットフックをクランク部をガードするカップ、フックポイントを隠す突起パーツにより高いスナックレス性能を見せてくれ、より濃いカバーを攻略することができますということで、ここがこのえぐれてることによってあのオフセットフックのクランク部が、絶妙にこうなんて隠れるってわけじゃないんですけども、なんですかね、ウィードレス性能を高める効果があるということで、でこの微妙な突起に30番のフックをオフセットフックでフックセットすると、ここの突起に針先がちょこんと、隠れる、こういう突起30番で使ってくださいねというところと、あとねディンプルモールド、ボディ後端に設けられた不規則に入るディンプルモードは、視覚的だけでなく甲殻類さながらの水流をまといパスへアピールしてくれますということで、肝心のアクションについての説明が書いてありますね。フィンパーツによりボディを水平に保ちながらゆらゆらとロールするノーシンカーリグのフォールアクションは、繁殖し合ったブッシュカバー、ね、取水筒や、杭等の縦ストラクチャーに送り込めば隠れ潜むバスを引きつけてくれます。またロッドアクションを加えた水中ドッグウォークはバスが好むザリガニがあーってふためき逃げ惑う姿を演出、水平フォールと水中ドッグウォークを組み合わせたアクションは高い、聴覚力を見せてくれますということで、こうなんか絶妙にこうゆら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 水平に落としつつもできるだけ重くしつつねっていうことでいいんじゃないかなと思うんですけど、 16.5g あるっていうことで、ちょっと早速ね重さ測っておきたいと思います。デプスのね新しく出たこの高比重ワームカバースキャット、これは何 g でしょうか。おお、表示にもうほぼ偽りなしですね。 16.5g あるよっていうことですけど、あ、ちょっと減っちゃったか、 16.2g で表示されましたが、これに30番のデカバスに負けない比較的太軸の針を調和したら多分 20g 近くまでいくんじゃないですかね。これはで、琵琶湖とか中心なんじゃないんですかって思っちゃうんですけども、3.5 インチに仕上げられてますからね、これは関東でも結構使い手のあるサイズじゃないですかね。高比重でとにかくぶっ飛ばして、でこの形状からねぶっ込むってね、こういうワーム類ね非常に、高性能なものが増えてきましたね。シンプルなゆえにね、形が似たり寄ったりになるからあんまりね新規で出てこないと思いきやね、デプスからこんだけ工夫がなされたワームが出てきたんです。これちょっとね、まあなんかね Facebook かなんかでも見てちょっとだけ卑猥ですよね。なんだろうこのねえ、これねなんとも言えないデザインだなという、こっちじゃないですよね多分、こっちですよね。あんまりねそういうこと言うとあれなんであれですが、でこの割れ目ね、これはもうあくまでもフックのねこのバスへのフックセットをこう容易にしてくれるスリットなんですが、なんかねなんかちょっと官能的なデザイン、ちょっと噛んじゃいましたね、官能的なデザインですね、非常にねこのちょっと穴があったりね、このなんだろうこのえぐれとかね、まあ非常に官能的なデザインじゃないかなというふうに、ね、感じます。何しようもね、
今時期ですよね。使いどころとしては、まあ、水平フォールが効くってなるとまあもう若干ね涼しい日も増えてきましたが、まだまだ暑い日続きますんで、こんな暑い時の、まあ、垂直岩盤であるとかオーバーハングのできるだけハングの、ね、影の下にこうゆらゆら落としたら、その影に隠れてるバスがたまらず食いつくってね、こういう結構今の時期に一番いいんじゃないかななんていうワームなんで、ね、なんとかねちょっとこのハイシーズン中にぶっ込んでみたいななんていうふうに考えておりますが、どんな感じでしょうか。まあとにかくねこの新しいねデプスのワームね、まあ、初見のインパクトってのもあるかもしれないんですけども、デプスで新しく出たワームってほんとね、よく釣れるんですよね。まだ見慣れられてないのか、これもね絶対ねしばらくの間バスの脅威になるんじゃないかなと思いますよ。でカラーもねすごいいい感じの色味がね、ありますんで、またね、まあ、ちょっとね今回ねバーってすぐ売り切れちゃったかもしれないんですけどもね、ちょっとずつね買いやすくなってくるとは思うんで、これ見かけたら試してみてはいかがでしょうか。まあ、釣り子 TV の方ではね、早速近日中に釣り場に持ってってぶち込んで、みたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はデプスからですね、新しく出た、水平フォールの超高比重ノーシンカーワーム、カバースキャット 3.5 インチ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。